こんにちは、タイピアオチャンネルママです。今日は北沢株式会社さんにお邪魔しております。営業担当されているあまりさんです。あまりです、よろしくお願いします。お願いします。今回は寝具店さん、寝具の卸売り卸をしてらっしゃる会社さんが、アウトドアに特化したブランドを立ち上げたということで、詳しいことをお聞きしたいなと思ってお邪魔しました。ブランド名は、はいはい、ブランド名はエスカルゴです。お、エスカルゴ、はい、かわいい名前ですね。いやもう楽しみで来させてもらったんですけど、いろいろちょっと今から品物商品と一緒に見せてもらって紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速見ていきます。はい、これちょっと気になったんですけど、はい、こちらのクッションですか。はい、こちらは、自社商品の、サイコロの、まあ、正座が楽になるクッションっていう商品です。はい、実際座ってみていいですか。一緒に、はい、一応この中背筋が悪くする原因っていうことで整体師さんが言われてて、整体師さんもあこれいいねって言った、怪我する。これめっちゃ背筋が伸びるクッションなので、まあ、テレビ見たりとか、まあ、家在宅中に結構役立つようなアイテム。ちょっと座ろうっていう時に、はい、ポンと座れる、はいはい、あとはこうゴロ寝枕として結構気持ちいい枕になってます。あ、ちょうどいい、ちょうどいい、はい。いやこれ思ったらキャンプでも使えると思うんですけどね。本当にロースタイルのキャンパーさんたちにはこう地べた座るよりここにちょっと座って焚き火したりとか、うん、そう、ちょっとそう、はい、マットがあったら、はい、これ枕にしてゴロンって寝たりとか、はい、すぐ、これ1個だけでもう椅子いらんやんってなると思う。新たな可能性をそう、可能性がある。これはぜひ企画したいですね。ちょっとね、はい、なんかやってみてください。これめっちゃ楽やね。ママさんの夢を叶えたい。夢叶えてください。ほんまにいいですね、これは。ありがとうございます。じゃあこちらは日本製ということで。お、ほんとや、日本製、はい、そら安心や。安心。こちらのアウトラストの枕は北沢株式会社さんのオリジナル商品です。めちゃくちゃ軽い、はい、びっくりした。私今持って、はい、軽ーって思って、何やろ、例えば米粒1個ぐらい。米粒1個は言い過ぎや。ほんまに光線持ってるみたい。うん、ほんまに米粒、米粒と一緒ですね。お前再生も利用した枕で、うん、まあ、一度地方自治体が不要になった布団を回収して、それをリサイクル業者が回収して、それを南アルプスの、まあ、洗浄力の高い水で洗浄して、で新しく、まあ、こうリフォームしたものがこちらなんですけど、名前が一応リフレッシュダウンピローっていう、リフレッシュダウンピロー名前で、オリジナルで弊社が作った枕です。はい、わすごい、はい、いやこれすごい、ちょっと持ってみて、な、びっくりせん、超えた、超えてきたやろ、びっくりしたもん。まだだいたい想像通りのあれなんかなと思ったけど、めっちゃ軽いの、ふわふわしてます。すごい、で匂いも出ないので、あ、めっちゃ軽い、はい、ええやん、匂いで最高や。あ、これ自体の、これ自体のこれ自体のね、北沢株式会社さんが、はい、今回アウトドアに特化したブランドを立ち上げたということで、はいはい、そちらのを紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。ご紹介させていただきます。お願いします。はい、ブランド名はこちらエスカルゴブランドです、
でエスカルゴっていうのが、まあ、フランス語でカタツムリを、まあ、意味してまして、でカタツムリが、まあ、寝室である殻をいつも大切に、まあ、背負っているように、まあ、外でも、まあ、眠りの環境を大切にしてほしいという願いを込めてこちらのエスカルゴブランドを立ち上げました、はいはいはい、いやもうこのロゴもカタツムリがいて、このテントにカタツムリが乗ってるっていうデザインがめっちゃ可愛いんですよ。ありがとうございます。でね、はい、この巻いたマットを巻いた感じが、はい、カタツムリみたいにね、はい、なってるのもすごいなんか共通というか通じ合ったカタツムリだなっていう感じです。ありがとうございます。ね、こちらもその、まあ、ぐるぐる巻けるようにしたっていうのも、やはり私が新規の営業をしていて、そのアウトドアショップさんにも何件か聞いたところ、やっぱアウトドアっていうのはのマットっていうのは、まあ、寝心地収納サイズはもちろんやっぱ遊び心が何より大切だよっていうことで、まあ、エスカルゴのようにもグリングリ巻けたら楽しいなと思って、ね、はい、まあ、こういった巻けるような形状で、まあ、あの作らせていただきました。これはね、ぐるぐる巻くっていうのはキャンプにおいて必須ですから。もうぐるぐる巻いて、はい、こうコンパクトにまとめて、はい、積み込む、はい、まあ、背負うとかできるので、はい、いやこれいいと思います、はい、しかも中身がエアラッセルなんです、はいはい、エアラッセルを作ってらっしゃる王心さんの山本さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はマットの中内側に使われているエアラッセルというクッション材のちょっと説明をしていただこうかなと思ってるんですけど、はいはい、すごいです、はい、簡単に申し上げますと、もともとはこれ硬いタイプから牛がスタートしています。立体的に表の面と裏の面を編みながらつないでいくと、タラララッとつないでいくような編み方をしています。そうなんですね、はいはい、それで最後に熱をかけることによってこれだけのしっかりした形になるんですが、硬いだけではなくてこれ しなやかさもありますし、指で押さえると下に沈み込む、尖ったところとかはしっかりとこうすると沈んでくるというような形になりますね、はい、で特徴とすると、あの通気性、まあ、中の 95% 空気でございまして、通気性が非常にいいということ、はい、それからポンという高反発であるということ、はいはい、で当然ながら耐圧分散も取れますということで、手前どもも10年ぐらい前から、そういった芯の中材、クッション材として使っています。あ、そうなんですね、はい、でその中でいろいろやっぱりいろんなバリエーションを増やそうということで、今は7種類ありますけど、まあ代表的なこうハードタイプとこうソフトタイプというような形に分かれていきます。でその組み合わせを しながらお客様の仕様のものをお作りするとか、あと自分たちのブランドの商品をこれで企画して製品していくという流れになっています。はい、このクッション性はやっぱりアウトドアに生かしていってほしいと思います。もうさっきもあのね、これを使ったマットの上で寝かせていただいたんですけど、うん、私も買おうかなって思います。もう10年前からあるっていうのに知らなかったのが悔しくて本当にありがとうございます。いやもう、はい、ぜひみんなに知ってほしい、このクッション材で素晴らしいと思います、はい、アウトドアもたくさんいろんな商品が出てる中で、我々はもう本当寝具メーカーでしたので、はい、知らないことも多かったんですが、はい、アウトドアのところでちょっとなんかないようなところはなんかこういったもので補われていくと、はい、なんか新しい商品が比較できるんじゃないかな。確かに、はい、もうなんか幕開けの方で何点か、あ、いくつかやってます、はい、またこれからもちょこちょこと出てくと思いますので、はい、気になる方は応心で見ていただければと思います。応心で、はい、検索お願いします。応心さんでした。ありがとうございました。だから寝心地もさぞいいと思います、はい、じゃあちょっと早速寝転がってみてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。
あー、これ全然地面の上に寝てる気がせん。ありがとうございます。いや、ほんまにあの、なんて言ったらいいんや、底つき感ないし、はい、ほんまに持ち上げられてる感じがする。クッション性がすごいありますね。はいはい、ね、反発マットなので、はい、まあ、あの寝返りがとても打ちやすいっていうのと、あ、確かに、はいはいはい、寝てる時に体が沈み込みすぎないという特徴で快適な寝心地を実現しています。はい、実際私自身もその試作をもうアウトドアショップさんにも試作いいんじゃないのそろそろっていうぐらい、はい、まあ、試作を重ねて自分でも実践して、はい、まあ、寝れるっていう、こう、なんでしょう、体験をもとに作ったマットが今こちらの、まあ、3センチの厚さの、はい、まあ、エスカルゴマットです。これはいいですよ、はい、これ、めっちゃもう寝心地最高。なんて言ったんやろ、通気性が良くて、この弾力性があって、地面のこの底つき感がないっていうのが叶えられるのがこのマット、新しいですよね。あのアウトドアで多分味わったことないような寝心地やと思います。今インフレータブルマットを皆さん使ってると思うんですけど、あの空気抜きながら畳んでいってゴムで留めたりとかするのと、エスカルゴのマットをぐるぐる巻いてゴムで留めるのと、あのあんまりサイズ感変わんないんですよ。そう思ったら、空気抜きながらこうグッグッて巻く手間と考えたら、これはもう絶対おすすめです。空気抜かんでいいし、くるくるくるって丸めるだけで、いや、あれと同じぐらいの、同じっていうか、こっちの方が多分快適に寝れると思います。うん、これまだ発売されてないんですね。まだ発売はされてないんですけど、はい、第1弾に第1弾発売される予定で、はい、ファイティアオチャンネルの、ママ様からもアドバイスいただいた、やっぱバンドはあった方がいいよっていうの、ね、の、まあ、ご意見をいただいて、はい、まあ、バンド付きで発売7200円で、お、はい、いや、これは お得じゃないですか。いや、安い。インフレータブルマットでも1万前後するんで、お得でこの快適な寝心地が得られる、いいと思います。皆さんぜひ手に取って購入まで行ってくれ。何で売り出す予定ですか？アウトドアショップで。そうですね、一応専門店さんと、はい、はい、専門店さんで、このマットが第1弾発売ということで、はい、これからあの第2弾、第3弾と何か商品の構想みたいなのはあるんですか？はい、はい、考えているのが、まあ、第2弾で今のこのエスカルゴのマットが最初のレギュラーサイズとして、まあ、皆様にあの手軽、お手軽な価格であの使っていただいて、まあ、第2弾はこうワイドサイズであったりとか、まあ、サイズの幅を、まあ、マットとしては広げていきたいっていうのと、あとはもうエスカルゴブランドとして、まあ、皆様の意見を聞きながら、その、まあ、アウトドアに特化した何かものづくりも一緒にさせてもらえればなっていうふうに考えてます。おー、なるほど、いいですね。このワイドサイズがあれば利用キャンされる方とか、はい、お子様と一緒に寝たりとかもできますもんね。いろんな楽しみ方ができますよね、はい、うん、いいと思います。私はもう枕付きのマットを強く強く願います。はい、その夢叶えたいです。はい、夢だらけやけどね、私寝ることに関してはちょっともう惜しみなく、はい、お願いしたいなと思います。じゃあこちらのアウトドアブランド、エスカルゴさん第1弾がこのマットですけども、第2弾第3弾と
いろんなアウトドアギアを見出せてほしいと思います。頑張ってください。ありがとうございますこれからもね、まあ、寝心地寝具に関わらずこういろんなねアウトドアギアをキャンプギアを生み出しててもらえたらいいなって思います。楽しみです。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ねえ、寝具屋さんからこうアウトドアブランドが出るっていうのは喜ばしいことだと思うんで、はい、楽しかったです今日は。ありがとうございます。ありがとうございました。あんまりさんでした。ありがとうございます。また会う日まで。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ファイティアオチャンネル、ママでした。と、北沢株式会社のあまりさんでした。バイバーイ。